はよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回プレイするゲームなんですが、実はね、もうこのゲームに関しては練習をしてきたわけではなく、ちょっと思いつきたような感じでやっております。コナミの名作スーパーファミコンの悪魔城ドラキュラ、こちらをクリアまでやりたいと思います。それでは行きましょう、スタート。では名前はバッケンで、これ名前入れる意味あるのかな本当に。さあ、遥か彼方に悪魔城が見えてますよ。ということでね、最初のステージ1-1ですね。実はこのスーパーファミコン版の悪魔城ドラキュラって、ディスク版の悪魔城ドラキュラの続編ではなくてリメイクなんですよね。私ね、昔プレイした時はずっと続きだと思ってました。ただまあ、リメイクといっても元の雰囲気はもう全然残ってないですよね。もう完全新作をオリジナルっていう感じがする。まあリメイクなんで、主人公はね、悪魔城ドラキュラ、元祖悪魔城ドラキュラと同じシモン・ベルモンドなんですけども、ただね、このスタートする場所からまず違うんですよね。ディスク版はもうドラキュラ城に着いて、でね、なんか回覧板を届けに来たような感じで始まりますが、これはまだ悪魔城のそのお城の中に着く前、要はこの庭園から始まってるんですよね。でっかい庭ですよ本当に。でも BGM がやっぱかっこいいよね、ドラキュラシリーズは。ただ初代悪魔城ドラキュラはどっちかというとノリのいい曲が多かったんですが、このリメイク版に関しては全体的にちょっとなんかゴシックホラーを意識したような、ちょっと暗めの曲が多いんですよね。このパイプオルガンを使ったような曲、おっと間違えた、あくそで、やっぱり他に大きな違いというと、このシモンの鞭さばきがはるかにパワーアップしてることですよ。ここで探検から斧に持ち替えました。あー、でも斧の方が良かったかな。どっちでもいいか。普通のね、ドラキュラはこの横にしか鞭が触れないんですが、この斜め上とか真上とか、ジャンプしながらだったら下とかね、あとこうやって鞭を垂らしたりとか、いろんなね、鞭さばきができるようになってるんですよね。なんか一般的にベルモンド家最強の男っていうのはリヒターらしいんですけども、ただムチさばきはやっぱりシモンの方が上っていう設定があるとかないとかなんかそういうのをね、ネットで見たことがある気がするんですけど、まあ公式で言ってたわけではないのでね、もしかしたらこうファンがね、勝手に言い出したことかもしれませんが、ただあながち間違ってないような、なんか言われてみたら確かにそんな気がするなっていうのは思いますね。で、今回ねこのプレイを始めた理由なんですが、まあ冒頭でもちらっと言いましたけども、少し前にライブでこのゲームをステージ2ぐらいまでやった時に、久々にプレイしてめちゃくちゃ面白くて最後までやりたいってちょっと思っちゃったんだよね。だから今回そんなにがっつり練習してきてないんですよ。まあ、それこそ1周だけ練習してきたんですが、1周クリアするのにだいたい2時間40分ぐらいかかったんでね、まあ、1回クリアしたとはいえ多分、まあ、早くても1時間そうだな、40分ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんですよ。まあコンティニューは絶対しますわ、もう無理です。もう1周目であれだけコンティニューしまくって、1回練習したからといって
それで濃厚でいけるなんていう、そんな腕は持ち合わせてないので、まあ1週間がっつり練習しまくれば濃厚ぐらいならできるかもしれませんが、もうそれよりも今はプレイしたくてしょうがない気持ちが強い。ただまああまりコンテンツにしまくったところはね、まあちょっとカットして、できるだけ見やすくはしようとは思ってるんでね、まあ、見てる方はこう、あ、ここでコンティニューしまくったんだろうななんて想像しながら見ていただけると嬉しいです、まあ、意外とこのステージ1から結構もう殺しにかかってきてますよね。ディスク版の悪魔城ドラキュラはステージ1はまだ優しかったかなって気がするな。それでもステージ3、4ぐらいまでは濃紺でいきたいとは思ってます。せめてそれぐらいはねちゃんとしないとね、まあ、ステージ4まで濃紺でいけなかったらもうリセット押そうで最初からやろう。いいの乗ってんなこいつかわいいの乗ってるな。まあ、さすがに一面のボスは弱いね。さあ、これでステージ1クリア。まあ、ドラキュラはね、ステージクリア型と探索型の2種類に分かれますが、馴染みがあるのはやっぱこのステージクリア型ですかね。さあ、次は。このマップに出てくる丸いのは今まで来た道ではなくてこれから通る道ですね。いや、これスーパーファミコンかなり初期のゲームなんですが、グラフィックがほんと綺麗ですよね。おうおうおお、掴まれた。でもこいつ掴んでくるだけで大して攻撃はしてこないんですよね。ただの寂しがり屋かっていう。この斜めに鞭が触れるってめちゃくちゃ楽になりましたよね。あぶねー。意外とジャンプ力があるようでないから、でもないようであると思う時もあるか。あ、その距離届くんだみたいな。あとこのジャンプの時に助走してもしなくても距離が変わらないっていうのはね、ある意味楽なんですよね。こうやってギリギリまで行ってジャンプするっていうのができるんで、序盤は回復が結構多いですね。さすがにこの辺で残機を失うわけにはいかない。背景が多重スクロールしてますよ。スーパーファミコンはメガドライブと比べて多重スクロールが苦手とかって言いますが、こうやって見るとね、結局基本的なスペックはね違いがあっても作るメーカーによって変わってくるっていうことなんだろうなと思う。わわわわわ、もうカラスっとしいな。ただこうやってね、鞭を垂らして対応することもできるんですよね。まあ、さっき忘れてましたけど。ただこの鞭を垂らして攻撃するときって威力が著しく落ちるので、場面によってはあんまり向かなかったりはするんですが。おお、危ない危ない危ない。すごい勢いでカエルが飛び込んできてびっくりした。回復欲しいな。どっかないかな。あれ下にあるの回復じゃないかな。違うか。まあ、この辺の雑魚敵はねまだ弱いので、こうやって鞭を垂らして対応するっていうのも意外と使えるんでね、そこはありがたい。 OK、 お肉
気をつけないといけないのは体力も回復を取った直後にダメージを食らうことが多いんですよって言おうと思ったらもう早速やってもった。あ、怖っ、今ギリギリだった、危ねえ。クロスはねできるだけ維持しておきたいのでこれはちょっと大事にいこう。個人的には潜水とクロス、この2つがこのゲームでは使いやすいかな。ドラキュラ X だとねやたらと斧が使いやすくてずっと持ってたんですけども。さあステージ2のボス、早いね、テンポがいいね。あ違う、ボスじゃないわこれ、まだ中ボスだったわあ、半分も減ってしもた。途中どっかでやられてしまいそうだな。まあ1アップしたね。おわった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 、危ない。ここで回復が欲しい。これ時間が経つと水の流れが変わるんだね。今逆向きになってるけどさっきまでは右の方に傾いてたんで。よし、この右の方に行ってる時スピーディーに行けるからすげえありがたい。これ流れが急に変わるとあの下にあった穴、あそこに急に落っこちたりするからそこだけ気をつけないとね。流れが逆向きの時はやっぱりジャンプもしにくくなるんでね。穴がある時はちょっと流れが変わるのを待ってもいいのかなっていう気はする。チャンスチャンス、涙の低下チャンス。ボスか、あボスいないんだね。てかさっきのは結局ボスだったんだね。さあ次は鍾乳洞のようなところを通っていく感じかな。この辺ぐらいからちょっと難易度は上がってくるかなっていう気はする。まあ、ただゲームオーバーするような難易度ではないと思うんでね。一気二気ぐらいは死んじゃうかもしれませんが、いや1時間半は切りたいなクリアまで。ここまではねかなり順調にいってるんじゃないかなっていう気はする。左側に行くと隠し通路、ここでいっぱいハートを集めよう。でここに回復、まあ意味ないんですけどね、満タンだから。ハートの数が89もあるから今もうクロスを打ちたい放題だね。これ気持ちいいな音もそうだし一気に倒せるこの感じとかが。おお3連射来た、3連射来たけど結局死んでしまった意味がないので、まあ、このドラキュラにおいてさやっぱ難しいのって、うわしまった、結局のところはあの敵の攻撃よりも落下死なんだよね。くそ破片に当たってしまった、結構離れてたと思ったんだけどな。今のは全然避けれるぐらいの
攻撃だったから悔しい。この辺か、この辺から本当難しいんですよね。やたらと落下死する場所が増えて、あぶねー怖えー、危ない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 、まずクロスはね絶対にケチっちゃいけないよね。危なっ今ちゃんと引っ掛けたと思ったのに。曲が雰囲気があるけどちょっと寂しいね。本当孤独に戦ってる感じがすごいする。で意外とねジャンプ力さっきねあるようでないって言ったけど、こういうの届いたりするのを見るとやっぱなんだかんだ言って結構ジャンプ力あるんだなと思っちゃう。あぶねえ怖かった、もうあぶねえしか言わないけど、もうこのゲームやってたらそうなっちゃうんだよね。ここちょっと難しい。よっよし、いけた。なんだかんだ言ってちょっとだけ練習の成果が出てるような気がする。よっ、あー届いた。届くんだよねこれ意外とね。ちょっとギリギリからジャンプ。ここはまあ普通に行けばいいか。よいしょ、届きそうだ、届かなさそうで届くねこれ。あ、ここめっちゃむずい。ここは本当によく死ぬ。あー怖かった。いやここは本当に落下死がむちゃくちゃ多いポイントなんで、いてててててて、回復もなかなか出ないしね。あ、出た。危ねえ、怖かった。危ない、あーもったいない。めちゃくちゃもったいない、ダメージを食らうような場面じゃなかったのに。これね練習でここ死にまくったんでね、緊張してるんですよはっきり言っちゃうと。危なっ、危なかった、危なかった、今下のこの石の場所を今間違えた。危ない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 、助かった、よし、いけた、なんとかいけた、よかった。でもまだ続くよ。あれ気持ちいい、クロスで一気に敵を倒すの。よっ、よし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 、順調順調。ただなんかボスが近そうな気がする。回復が欲しいな。あの緑の丸一個で倒せないからな、あれ倒せるとすごい一気に楽になるんだけど。クロスで倒せないよね、無理だよねやっぱり。よいしょ、
よし、肉くれ肉肉危ない、しまったでもいやーもったいないそう、こういうねイージーミスがあるし、こういうミスをするとそっから流れが悪くなるんですよね。むちゃくちゃ調子よかったのに。ムチの長さが足りない。そう、クロス90発ぐらい打てたのに全てがなくなった。あそこのコウモリはあれだったな、階段乗った状態で戦うべきだったな。だったら吹っ飛ばないから。そしてムチを垂らすやり方の方が良かったね。よいしょ。あもう最悪あもう最悪痛い。これはやばい、これはやばい。ちょっと落ち着こう、一回落ち着こう。さっきの場所だけ声がめちゃでかくなってしまった後であの部分だけ音量下げないとよっ。うわー悔しいなもうあかん。やっぱ一回失敗しだすとなんか悪い流れのまんまずるずるいきそうになってる。もうこれで断ち切る、悲しみの連鎖はこれで断ち切る。よいしょよいしょよしよし。そんなに難しい場面じゃないから、ここはもうこれでよ、これでいけたんですよ、これでいけたんですよ。こんな難しくやろうとするから逆に失敗するっていう。お肉、体力満タン。ボスはなんだか近そうな気がする。ボス来た。クロスがあるとなだいぶ楽なんだけどな、ここのボス。これ届いたかな、攻撃届くか。あぶねあの青い炎こっちに向かって飛んでくる、これだけ気をつけないとね。危なー、怖かった。ここで撃ってるやつ勝てるんじゃないかこれ。あ、ダメか。てかもうあれか、下に吐く炎しかないから難しく考えなくてよかったのか怖かった、まあ、なんとかコンティニューなしでステージ4まではいけた。2回も死んだけどね。でもまだドラキュラ城には入らない。だいぶ近づいてるんだけどドラキュラ城まで。もうこの辺ぐらいからはさ、どこのステージも難しいから、ここ難しいんだよねってもう言えなくなってきた
まあ言うとしたらもう毎回言うしかないっていう。まあドラキュラ城までコンティニューなしでいけたらもう自分の中では大成長ですよ。さすがにそんなに甘くはないと思うけど。よっ、怖かった。ヒヤヒヤする、もう本当に。あ、でででででで、危ねえ。よかった、一発だけで済んだ。遠距離攻撃がないから。あ、ここか、ここはね。よっしゃ、行けた。あれ意外と難しいんだよね、あれ。あれも練習の時にすごい数死んだ。危ない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 。いいねこの曲。危機迫る感じがあるよね。ここだ、ここも難しいんだ。あ、全然もう。あ、くそ、難しくやろうとしすぎたというか考えすぎちゃった。ああ、もうあと2機しかない。これはもうダメだ。またここやらないといけないのか。よし、行けた。本当にね、乗った瞬間にジャンプしないといけないから、練習だね。よし、こうしてこうやね。で、前に飛ぶのは簡単なんだけど、後ろに向かってね、瞬間的に飛ぶのが意外と難しいんですよね。おお、いけた。いけたいけた。よしよしよし。このひっくり返る床の時にコウモリとかメデューサヘッドが出るとめっちゃ緊張する。あー、ボス、まあ、体力満タンじゃない。やばい、くそ。おー、助かった。よし、あ、違うわ、ボスじゃなかった。あ、ボスか、違うわ、ボスじゃなかった。ややこしい。ここか、ここ面白いですよね、仕掛けが。このスーパーファミコンの機能をフルに使ってるって感じがする。いや、これスーパーファミコン初期のゲームですからね、すごいクオリティだよね、本当に。ここはね、このムチたらしを使って対応する。ちょっと猫じゃらししてるみたい。よしよしよし。これ反対見た方がいいな。あ、危ない、危なかった。よし。これね、罠なんですよ。あれ、左に行くってね、最初絶対思うよね。私もそう思ってましたよ。で、これで多分ね、右行っちゃうと思うんですよ、知らないと。だけど違うんだよね、これ。こうやって左から道ができるんで、そこを渡っていくっていう。そしてここですよね。ここも初めて見た時にすごいなと思った。あー、怖い。曲のかっこよさも合わさって、ここ本当に印象的。まあ、難易度もね、ここはそこまで高くないのは、多分このグラフィックをじっくり見せたいんだろうなって気がする。
肉欲しいな、どっかないかな。これやばい、マジ危ねえ、危なかった今危なかった、ちょっと罠だったね今のはね、順番ちょっとややこしかった。そしてここはここを右に行く。回復が全然出ないけど、まあ一回ボスで負けてもいいか。多分どっかの回復を取り逃してるんだろうなこれ。ここまで出ないってことは、おお、よかった。でも満タンじゃない、満タンじゃないとさすがにちょっとボスに勝てる気がしない。正直私ここのステージのボスはほぼゴリ押しなんで。くそ、危ね、あかん、負けだ、もう負けだわこれ。くそー、あ、いけるかな、いけるかもしれない。あー、ギリギリ満タンなら勝てたのに。あー、すそまあまあでも次は勝てるだろう。めっちゃドキドキする、ゲームオーバーになったらどうしようっていう怖さ。別になっても大したことないんだけど。まあ、まだ残機1機あるので若干余裕はありますよね。ここさえミスせず突破したら多分いけると思うので。よし、 OK、 まあ、この後回復があるから若干失敗してもまあ問題ない。ここに回復があったはずなんで先に倒そう。まあ取らなくてもいいか満タンだし、戻って落っこちるとかやったら最悪だしね。さすがに体力満タンではこいつには負けんだろう。うわ、しまった、一発目食らったもんだ。あいって、やべ、やばい、なんか普通にギリギリになってきた、やばい。よし、よしよし、お、焦った、あれ終わってない、焦った、最後しぶとかったな。よし、ステージ4もノーコンでクリア。あとちょっと、悪魔城まであと少し、悪魔城まで濃昏できたらもうノルマ達成。よし、ここ突破すればいいだけだ。あとここどうだったかな、まあまあ結局難しいのは難しいんだと思うんだけど、でも残機1機か、あと1回死ねるのか。
さ、クロスを手に入れた。クロスを手に入れたっていうとなんかセイントセイヤみたいな。さあ俺さ、燃えろ俺のコスモ、濃魂で悪魔城まで届け。うわあ、こいつだ。あいつ斜め打ちができるからだいぶ楽なんですけど、一回逃すとねめちゃくちゃ追いかけてくるんですよね、あのぶら下がってるちょっと可愛い感じの敵。あ、これ違うわ、乗れないわ。あ、しまった。まあいいや、もうくそー、クロスの方が良かったのに。やべ、よしよしよし。あー、こいつ本当に怖い、めっちゃ追いかけてくる。近いようで遠い悪魔城が。ただこのスーパーファミコン版のシモンのムチかなり長いですよね。これまでのシモンの使ってたやつと比べてもかなり長さが、リーチがあるのでやりやすい。わーい、やりやすい。お、もう少しだ、あと少し。オッケー、濃魂でここまで来れた。ただ本当の戦いはここからですよ。よし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 、まあいいんじゃない、ここまで濃魂で来れたのは。